永原健二様、結婚式で待っています。必ず来てね、直子。映画火口の二人、体の言い分に身を委ねる男と女を描く R18 指定衝撃作品。10日後に結婚式を控えた佐藤直子は、故郷の秋田に帰省した昔の恋人永原健二と久しぶりの再会を果たす。片付けていた荷物の中から直子が取り出した一冊のアルバム、そこには一糸まとわぬ二人の姿がモノクロームの写真に映し出されていた。直子のこの言葉をきっかけに再び体を重ね合う二人。一度だけと誓ったはずが出口の見えない恋。体に刻まれた快楽の記憶と葛藤の果てに二人がたどり着いた先は、他の人とセックスしてもケンちゃんとしてる時みたいに燃えたことって今までで一度もないもん。俺そうなるのが怖かったんだ。二人だけの日常、二人だけの会話、二人の体の身分、二人の日常の中の性愛、どうしても離れられない二人の姿は、世界が終わるとき誰と何をして過ごすかという究極の問いを見る者に突きつける R18 指定衝撃作。駆け打ちしようか。火口の二人。こんにちは、映画パーソナリティの伊藤さとりです。普段映画の舞台挨拶や記者会見の司会をしてるんですが、そこで出会う俳優の方や監督の方とゆるく映画の話をする、それがこの伊藤さとりと映画の仲間たち。さあ今回は、まあね、映画が大好きなこの方々が登場しますよ。どうぞ。さて本日のゲストです。火口の二人から柄本佑さん、そして滝内久美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いいんです、これ臨場感ある番組ですよ。はい、了解です。でもお二人はこれで初共演になったんですよね。初共演です。どうでした、最初その会う前の印象と会ってからの印象ってぜひ聞きたいんですが。会う前の印象例えば作品を見てたとかあれば。はい、僕はあのなんだっけ、ひろきさんのやつ。あ、彼女の人生は間違いじゃない、彼女の人生は間違いじゃないでを見ていたので、でもまあ印象、まああれ役がどころが役どころっちゃ役どころなんですけど、うん、でもなんか明るい方なんだろうなとは思いました、映画見て。なんか映画は映画でああいう役だけど、やっぱああいうのって逆に明るい方の方がなんかやれるんじゃないかなみたいな、なんていうのわかんないけど、なんかねそういうのがあって、ただただ明るいだけじゃない、なんかねちょっとね変な影みたいなものもあるなというふうに直接ご本人とお会いした時に思いました。ですってなんか恥ずかしいです。そんなにアウトドアな人じゃないだろうなあんまりアウトドアじゃなさそうとは思いました。はい、どうです、合ってますか。そうですね、割とアウトドアではないですねなんか決めないと、気合を入れないと、そこまで映画館に行くぐらいじゃないとなんかアウトドアにはもうならないタイプかもしれないですね。はい、じゃあ滝内さんはどうだったんですか。私は、一度なんかプライベートでお見かけしたことあったんですけれども、あったんですよ。初めての情報だな。なんか言うの恥ずかしかったんで。そうです、わかります、わかります。言うの恥ずかしかったんで、ですけど、あの実際お会いすると、でも遠くからだったんですけど、うん、あのすごく近くで見るとなんか体格のいい方なんだなって思いました。もっと細くって。こうなんか線が細いイメージだったんですね。なんかスマートな感じのイメージだったんですけど、すごい体格が良くて身長ものすごい高いんだなって
思いました。そういったことで言うとね、はい、俺水泳を13、14年やってて喘息持ちだったんですよ。で喘息で肺を鍛えるっていうんで水泳と剣道やってて、剣道は6年7年ぐらいで、水泳で惰性でやってるんで、要するにあの喘息のためだけにやってるから、あのなんか記録を出すためにやってたわけじゃないからあれですけど、肩がねやっぱり怒ってんのね、ちょっとね、そうだから割とあのがごついって言われる、びっくりしました。一時期ハンガーっていうあだ名がついてた。いやでも本当にね、あの入れ立ちが美しいですよね。美しいんですよね。すごく。私あと作品で言うと、柄本さんが出てる、あの時代劇がものすごく好きで、漠然と時代劇NHK さんの作品なんですけど、時代劇雲霧、あそうです、あ、はい、出てるの走り方とか体の使い方とかがすごく好きで、いいえ、もういいっす、もういいっすもういいっすって思いますけどね。でも確かにあれですよね、時代物がとても似合う俳優さんですもんね。そう言っていただけるのは嬉しいですけどね。だって今回のこの加工の2人もなんか時代設定が私が見てるとちょっと現代ではない、もっとなんか昔かもって思いながらも、一応東日本大震災の後になってるじゃないですか、そこがすごいちょっとファンタジーで面白かったんですよね。そうですね、確かにちょっと時代感っていうのはあるかもしれないけど、でもまあ明らかにそのテーマとかっていうことで言うと、今っていうことでしか撮れない、あの物語ではあると思いますけど、柄本さん、なんか喋り口調がすごく、はい、だから年齢が上に感じるような。いやもう本当そうです。そう、あれどうして、いやもう台本に書いてあるまんまですけど、要するにまあこのケンジっていう役自体がやっぱり俺がやるにはやっぱ若い役ではあるんですよね。30後半から40代前半ぐらいの人がやるような役だと思うので、セリフ回しもそういう風になってたりするから、その難しさみたいなのにはやってみて初めて気がつきました。あれなんかこんなに大人なセリフだったんだ一個一個みたいな風に思いましたね。でもそれがすごい違和感なかったんですよね。あ、そうですか。見てて、そして微笑ましくなるという。竹内さんどうでした、今回の現場で。でも相当ね、チャレンジングじゃないですか、まあ、監督もね新井春彦さんですし、っていう部分もあって、どんな思い出が残ってますか。思い出、なんかでも健康的 なんか生活だったなっていうイメージが、なんか朝もそんなに早いわけでもなく、夜も夕方6時ぐらいにはもう遅くても終わって、なんかたまにナイターあったぐらいでだったので、なんか10時ぐらいに寝てた記憶があって。いや本当本当そう。でなんか作品も、まあ、本能のままに生きるみたいなものなので、なんか素直に リセットしていくみたいな感じの作品ではありました。そういうなんか印象ですね、はい。現場だってちょっと特殊ですよね。だって2人しか出てこないじゃないですか、はい、そうですね、ある意味ね舞台でもなし得るんだけれども、でもこの世界観っていうのがやっぱり映画じゃなきゃできないような、何かこう広さまで感じるっていう、なんかそうなんですよね、2人しか出てこないんですよね。なんか不思議な気持ちなんですけど、確かに2人しか出てないんだけど、なんかどうなんだろう、なんか他の人の存在もなんかちょっと感じるところもなんかなくはないのかなっていう、2人っきりで閉鎖的だからこそ外の世界が描かれてるじゃないけど、なんか外の喧騒であるとか、そういったことが余計に聞こえてくるっていうふうなことも加味してんのかな、なんか俺はよく分かる。でね、何が大変かって今思い出したけど、何が大変だったって、このポスター撮りが一番大変だったよ。そうですね、めちゃくちゃ大変だったよ。大変でした、本当。これは大変、めちゃくちゃ大変だったんですよ。これどこだったんですか。いやこれは秋田の海ですよね。そう、海、直子の家のところのあれ、坂どんどん下がっていくと海になってるじゃないですか、あそこの海でね、一番最初に撮ったところが蚊がすごかったんですよ。私だって柄本さんの背中23箇所刺されてましたもん、私数えましたもん、すごいとか言って、ね、すごかったです。いや本当に蚊がすごかったんですよ。でそれまずそこでやってから、その後なんか手つないだりとかしてね、抱き合ったりとかして、でそうこうしてるうちに、あの服上ちょっと脱いでみてくださいとか、でどんどん過激になって
って言って、なんか、はい、波の中にこうやって転がってくださいって、波が来るんでそれで流れてくださいみたいな、しかも2人で抱き合いながら流れてくださいみたいな。そうか、水かぶりながらやってましたね。そんでもうなんかメイクさんも 一応気にしてるんだけど、もう竹内さんももうなんか水バシャー浴びながら、もういいですもういいですみたいな、大丈夫です大丈夫です、もう大丈夫ですみたいな。しかも寒かったんですよ、すげえ寒かったんだよね、もうすごかったいや一番過酷なのこれなんですよこれですね。想像するとあれですよね、だってオープニングの絵からしてもほら写真からスタートするじゃないですか、はいね、はい、モノクロの写真から、あれもすごく私好きなんですよ、あの写真からスタートしてこの2人の関係値が見えてくるっていう。でもその写真を撮ることも大変だったんだろうって後で思うと、あれは柄本さんが実際に撮ってるところもあったんですよね、きっと。もあります、もありますけど、でも基本的にはそのスチールの方が撮ってくださってるんですけど、まあその中でだから多分俺に扮して野村さんが男と扮して俺と扮してこう撮ってるやつもあるじゃん、最初に撮ってたんですけど、でその後いよいよ俺入り、でそこで中の空気も分かんないからどんな感じなんだろうなと思ったら、なんかそれこそ下田さんの曲がかかってる中に薄暗い中に全裸の竹内さんみたいな、おおなんだこの空間みたいなだけどでそこから俺とシュールなんですよ、そう入れ替わって俺がカメラ持って、はい、それで撮ったりとか、でそれで撮ってる間になんかこうやって手元だけこうやってこうしてくださいとか言って、行ってやって、そんな感じでした。しかもそれで2回目ぐらいだよね、うん、そうですね、うん、じゃあすごい最初のあたりに撮ってるってことですよね。撮影インの前に3日間、2日かけて、まあ、いろんなところに行きながらパシャパシャ撮るっていう、なんかね、撮っていただきました、ほとんど初めましてで、失礼しますみたいな、何やってんねんって感じ。緊張しまくっちゃったよ私、緊張するよね、手震えてましたねずっと。でも大丈夫だからって言われて、大丈夫なのかなって何時の大丈夫なのかなって。いや緊張しますよね。でもどうでした、じゃあ脚本を読んだ時というか、お二人は脚本を読んだ時僕どうだろうな、でも、なんか初めて読ませていただいた時はなんか火山が噴火するって知った時の、まあ二人というか、そこ行った時にうわーってパニックになって、あれもやらなきゃこれもやらなきゃとかどうすればいいんだってなるんじゃなくて、それが目の前に突きつけられた時にそれをなんか現実的には受け止めらんないけど、そうなんだってなって一回そこで立ち止まって、じゃあ俺どうしようかなってなんかぼーっと考えた時に、体の言い分に素直にそんな風になっちゃうんだったらせめて自分の体の言い分にぐらいは正直にいてあげようって思う、そのケンジのなんかそういう発想みたいなものはすごく素敵だなって思いました、なんか非常にシンプルなところに立ち返ったみたいな、なんかもっといろいろ結婚して、なんか離婚して一回自殺しようとしてみたいなとかいろいろあったけど、結局最終的にはまあそこまではまあ鎧はあるしまとってるんだけど、そういうことをきっかけとしてなんか一回全部鎧脱いでみて考えてみたら、ああ自分の言い分にちゃんとせめて答えてあげることが僕のこれからなんだなって、それを、ね、気づいた時のなんていうんですかね、その抜けの良さっていうか、なんかそういったのは感じましたね。なんかね、どうでした、その新井春彦監督とご一緒してみて。竹内さんは、新井さんはなんか近寄ってきてくれないんですよ全く。でそれでずっとボソボソとつくさんになんか喋っててうんとか言って、なんか本当なんか何喋ってんだろうと思って最初ね、でもなんか最初の方に秋田にまず行って、何日か撮ったんだよね、2日か3日ぐらい。そうですね、ロケして1泊2日ぐらいでお祭りのシーンまず撮ったんですよ、盆踊りのとこ、で盆踊りのとこ撮って、なんかこうやって中華料理屋まで歩くみたいなシーンとかも外の歩きのシーンだけ撮ったりとかして、で、その時に
2人で歩いてくるんですけど、あのタスクっつって、そうそうそう、ちなみにオリジナルの方今竹内の歩き方なんかさ、ちょっとなんか手と足なんか一緒になんか出てる変な感じじゃなかったって言われて、ああそうでした、すみません、俺なんかこうキョロキョロしてたからあんま見てなかったですねって言って、あとタスクもさなんかちょっと忍んでる感をちょっと出して、あと、いや竹内歩き方ちょっとタスク言ってきてくんないかって、いやそれは自分で言ってくださいって言ってで監督が、ああそうかみたいな感じで、竹内さんにそれを言ってる新井さんの顔がみるみる赤くなっていくからそうなんですよ。それさ、うん、動画収録は初日だもんね、うん、そうです、あのお祭りの次の日だけど、いわゆる歩いてるみたいなところ、はい、なんか芝居場みたいなのは初めてだったから、そこでもう、はい、歩くもうちょっと普通に歩いてっていうことがもうそんなに言えないんだと思って、うん、なんかすごくこう距離取られてましたね最初、なんかどんな感じで来るんだろうみたいな、なんか珍しい動物みたいな周りのなんか距離感がすごく遠くて、あ、それは徐々に馴染んできました。あ、お二人が話してるところにさりげなくちょっといたりとか、うん、なんかそういうところからこう様子見ながらしてたら、うん、どんどんあの助監督の方もすごく、うん、あの優しい方で、武田さんがずっとなんかこう間に入って、うん、それは新井さん言った方がいいですよって聞こえてるんですけど全部なんか なんかずっとどう思ってる感じになってて、でもどんどんなんか少しずつ近寄ってきてくださいましたね、うん、でもね、江本さんほらいっぱいいろんな監督とお仕事してるじゃないですか、はい、その中で自分が俳優としてじゃあどういうことをこう大切にしていこうと思ってることってありますか、うん、まあそうですね、まあ普通にっていうことが一番大事ですかね、うん、僕にとっては、うん、なんか、うん、別に特別なことじゃないっていうか、まあ普通っていう、だから、うん、まあ、この仕事を続けていく上で、まあ、なんか一回思ったこととしては、うん、あの肩書きっていうか、うん、あのね、専門学校がなくなってこの仕事だけだになった時に自分って何者ってなったんですよ。俳優って何みたいな何この仕事、地に足ついてない、社会と全く関係ないじゃんこの仕事みたいなことを、うん、ふうに思った時があって、そうした時にあの普通に生活するっていう、普通の生活っていうとなんかちょっとなんか語弊があるんだな、別に普通にちゃんと生きるっていう風なことで、俺がそこで取った行動としてはまず洗濯と洗い物をためないっていうことなんかもうね、身近にできることがもうそれしかなくて、何すればいいんだろう、俺はこの社会っていうものに自分が地に足ついて歩いてるっていう感覚を取り戻すためにはどうしたらいいんだってなった時に、洗濯物をためないとか洗い物をためないとか、そういったなんかちゃんとしたことをちゃんとできるようになればそれが地盤になるんじゃないかなって思って頑張りました、その時は。うん、やっぱり、うん、なんか精神的失業者っていうふうにも言いますけどなんかそういうのはやっぱりあるから、逆にそういうふうになった時にじゃあどうするんだっていう、なんかそういうふうな感じですかね、僕としては大事にしたいなと思っていることっていうか。さてではお二人に聞こうと思いますけど、お二人が今、まあ、たくさん映画見てると思います、これちょっとおすすめしたいっていう作品1本ずつ挙げていただければと思うんですが、うん、僕はあの最近の記憶でいいですか。はい、単純に去年見た映画の一番良かったのが、一番好きだった映画、家族色、うーん、なんでですか、有村架純ちゃん、はい、なんでですか、いやめっちゃ良かった、あのよし、ん、吉田監督、うん、吉田監督はまあ前からファンで、バースデーカードとか、うん、あと19歳の春も傑作じゃないですか、それで家族色見に行って、あ、なんかやっぱグッと引きつける、腕力割とあんな割とマッチョと思って割とマッチョだなと思って、なんかやっぱこうあのグッとこう引き寄せるんですけど、なんかこう手だれてこう職人的にぐっとこう引き寄せる腕力を持ちながら、
ところどころで映画少年っていう感じが出てきてたりとかして、うん、なんかとってもあのよくて、俺去年一番面白かったです。洋画が出てくるかと思ったね。山本さんほらすっごいたくさんいろんな作品見てるから、いやもうなんかそこで幅を広げちゃうとあれだからあの俺が今応援したい映画を今出したえ、じゃあどうですか滝内さんは。でも昨日見た、うん、あのパラサイト、あのパラサイトの監督、あ韓国で昨日 見たんですよ。え昨日韓国で見たの？韓国にいたの？昨日韓国にしてたんですけど、見たんだ、めっちゃ超羨ましい。ポンジュの監督、あれ何結局いつやんの日本？2020年ですよ。あれ来年でしたっけ？来年マジか。日本で公開の廃棄場所が決まったんだ。いやそうなんです。えあれなし字幕なし？字幕なしで。わかんのでも。あの韓国の監督もう見ててその話になって、みんなでその映画の話をしてて、うん、あこれどういう意味だったんですかねって言ったら、これこういうことなんですよねとか、なんか韓国の文化に触れた、なるほどなとか、あ確かにあそうですねとか、なんかもういろんな意味があるパラサイト。今この二人のすごい遠い目一番今見たいからですもん。そうなんですよ、もうなんか韓国行ってやること、あもうこれ見るしかないと思って見たのはすごい、いいな、おすすめというか絶対見るべき一本です。単純に羨ましい、本当に、はい、いつかね仕事してください。ポンジュだってまだ日本で撮ってないかな。撮ってないと思います。撮ってない。東京って映画の時に撮りました。そっか東京で、だけど東京で、でも短編ですもん ね、長編でちゃんとやってないから。そうなんです、ね、いつかぜひ、いつかあれ、ね、いつかな、ね、はい、じゃあ最後に学校の2人が8月23日から公開になりますので、お二人からぜひこれからご覧になる方にメッセージをお願いしていただければと思います。じゃあ滝内さんからいきたいと思います。本当、はい、男性女性なんかいろんな話ができる作品じゃないかなと、男の気持ちも女の気持ちも本当詰まりに詰まった作品です。ぜひご覧ください。はい、ありがとうございました。では江本佑さんお願いします。はい、なんだろうな、まあいろんなことも触れ込みでいろいろ出てるからあれですけど、まあ火山が噴火するという状況下の中で、まあ自分の体の言い分にあの正直に答えていこうというふうになっていくんですけど、なんかね、感じとしては入り口100で最終的に0になって、そこからまた始まるっていう、なんか始まりの物語になっているような気がします。まあいろいろベッドシーンだとかもたくさんありますし、それ以上にですね、それ以上にっていうか、それと等分にあのご飯食べるシーン、寝てるシーンっていうのが非常に出てきます。なので僕の中では人間の営み映画、なんかそんな風にな気がしています。まあ見ていただいて、そんなことをシンプルに見ていただければ、楽しんでいただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということで、加工の2人、本日のゲストは、はい、江本佑さん、そして滝内久美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ今回は江本佑さんと滝内久美さんに登場していただいたんですが、2人が出てる加工の2人、本当に映画はねこの2人が主演で2人しか出てこないんですよ。でもね、見てる時に2人しかいないって感じないんです。あの要は閉鎖的じゃないってことなんですよ。でもちろん部屋の中のシーン、まあ、2人のまぐわいのシーンが多いんですが、なのにすごい視野が広いんですよね。なんなら会話の中に登場する人々を見てる気さえするって、面白いですよね。やっぱりね、脚本家としても秀でている新井春彦監督だからこそなのかななんて思いました。そこも注目して見てもらえると、さらにこの作品の味わいを皆さん深く感じられることでしょう。それではまたお会いしましょう。伊藤さとりでした。さようなら。